皆さんこんにちは、バンデー石田です。今僕はですね、歩く瞑想ですね。そして今僕はこの、歩いた奥の院の参道を見ながらしゃべり禅に挑戦していこうと思います。この瞑想っていうのは全てが瞑想になりうる、過去と未来を煩わせられないで、今という時間を集中すれば全てがこの瞑想になるということなんですけどね、そう思って日々いろんなことを僕は瞑想にこうチャレンジするんですけど、なかなか毎日雑念の日々です。最近マインドフルネスがですね、とってもポピュラーになってきて、この瞑想が脳にいいんだよということで、この NHK のテレビとか、それから民放でもこのいろんな時間帯に、瞑想の特集をやっていますけど、この瞑想をすると脳の中で海馬が大きくなる。この海馬というのはこの記憶とかを司っているところというところらしいんですけどね、これが大きくなって、でそれでこの身構えることを体にさせたりする、この扁桃体というのが小さくなって、まあゆったりと自然な気持ちになってくるらしいんですけども、なかなか僕はそこの境地には達してはいません。ただ、今自分っていうものをなるべく感じようと、そういう日々を送っているんですね。今こうやってこの高野山の奥の院を歩いていると、ある種のなんか霊的な空間というか、いつもそういうものを僕はここで感じます。一つはイマジネーションのせいもあると思うんですね。ここが世界でも本当に珍しい墓地で、戦った武将同士がこの一緒に眠っていたりとか、それから、もちろんこの高野山は真言宗ですから空海さんのところなんですけども、法然さんとか親鸞さんとかのね、違う宗派のお墓があったりとか、もちろんその開祖の方のね、文庫とのお墓があって、それから、キリスト教の方のお墓があったりとか、全くノーサイドでここの空間は広がっているわけなんですね。シロアリの駆除の業者の方が、建てたシロアリのお墓もあったりして、そうなってくるとこの社会とか人間の世界というのは、この対立概念によって成り立っている。これが正しい、これが良くない、これが楽しくて、これは嫌だとか。でも宇宙という視点から見ればそんなものはないんだよというのを感じさせてくれる土地でもあります。こうやってこの奥の院を、バーチャルですが一緒に歩きながら、その何かを感じていただければ嬉しいかなと思います。奥の院はある一定のところからは撮影ができません。これは空海さんがね、眠ってらっしゃる五廟というところがあって、そこの手前までで、撮影は、禁止されてしまいますので、そこまでこうやって歩きながらビデオカメラを回していきました。もちろんその向かい合わせで通り過ぎる人の顔をなるべく撮らないようにして、歩いたので、あっち向いたりこっち向いたりもしています。般若心経というお経を知ったのは、いつだったんでしょうか。なんかこう般若という文字が怖いような
なんか般若の面の、般若という感じで怖いような感じがしたんですが、実はそういう意味ではなくて、英語にするとハートスートラ、心のお経という、心の歌と、お経と読むよりも歌と読んだ方がいいのかもしれません。で、意味をつかみ取ろうとするとなかなかこの意味がつかめません、でも意味をつかみ取ろうとするんですけどね、この悟った人が、シャーリプトラに、この世っていうのはもうシンプルなんだよっていう、5つぐらいの構成要素しかなくて、で実際はそれは実体がないんだよということなんですね。で、その歌では実は目もないし鼻もないし、耳もないし頭もないし、腕もないし、胴体もないし足もないしと、こうない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 尽くしで、こうない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 と否定がずっと続くわけですね。で、何が現れてくるかっていうと、何にもなくなったところに全てが浮き上がってくるっていう歌なんですね。この世というのは、この宇宙というのは、今は僕のイマジネーションでしかないのかもしれませんけども、一つの何かそういう夢のような形なのかもわからないです。その夢は夜寝てる夢のようなものなんですけども、それは気と言っていいのか、プラーナと言っていいのか、マナと言っていいのか、スピリッツって言っていいのか、フォースと言っていいのか、エネルギーと言っていいのか、実体がないけど何かになる力なんですね。で、それが、プラトンのイデアのように、実体、こちらから見て実体なんですが、あくまでこちらから見て実体という形を取った時に、今見えている灯籠ですとか地面ですとか、この大きな太い木であったり、そこに歩いている男の子だったり、人間だったり、あらゆるものに形を変えて、またそれが全体に返っていく、そういうお経なのかもしれません。で、そんなところにずっといると、いわゆるこちらからの現実社会っていうのは運営していくというか、生きていくことができませんので、日常は社会に向き合い、物の世界に住み、そして、この何かにチャレンジしながら、だいたい人生というのは必ずそのチャレンジすべきこの課題というのが出てくるんですけども、そして時々そうではない世界に心をつなげて、あ、ひょっとしたらこれはテレビゲームをやっているゲーマーのようなものなのかななんて思ったりするんですね。この僕という人間、あなたという人間、あなたという肉体、僕という肉体、そしてその人生、起こる運命や境涯、こういったのは全部ゲームのストーリーのようなものなのかもわからないですね。で、ゲームに熱中していると、本当にその苦しい場面ではもう一体になりすぎて苦しんで苦しんでしまうんですけど、でもそのふと気がつくと、あ、ゲームをしてたんだということに気がついたりすることがあると思うんですが、瞑想という作業はそういうゲームに熱中しているゲーマーがゲームをしている
一人の人に戻るような作業なのかもしれないですね。僕はミュージシャンで音楽をやっていますので、この音楽というのはですね、割と一人称のことが多くて、自分はこう思うとか、こういうものが美しいと感じたとかいう割と一人称の世界なんですが、同じようにアートをやっている人の中には小説を書いていたりとか、映画を作っていたりとか、そういう、こう広い俯瞰でものを見てアートを作る方っていうのがいらっしゃいます。で、そういう方はきっと、手塚治虫さんの火の鳥なんかもそうなんでしょうけども、すごい大きな俯瞰で見てドラマを作っていかれるんでしょうけど、その時に、小説でも映画でも漫画でも、その役どころ、配役というのが出てきますよね。善人、英雄、ヒーロー、悪役、何気ない脇役、そして賢者、賢い人ですね。それから愚者、おバカをやる人で、こういう役回りをいろいろ配置することで、ドラマとか小説とか漫画の世界は一つの世界を作り上げるアートですよね。でも僕たちの人生も同じようなものなのかも分かりません。たまたま悪役を演じていたら、悪役という役割をしっかりと演じているのかもしれませんし、たまたま愚者、バカを演じていたら、それはそのバカを演じていたり、蜘蛛の糸という芥川龍之介のお話の中で、一番バカは神田田というあの蜘蛛の糸を垂らされて登っていって、後から亡者がついてくるのに、ついてくるなよって言って、その罪で糸が切れるわけなんですが、あれあのお釈迦様だけが登場してもお話にはならないわけで、なんといっても神田田というおバカで、ダメな人が出てくることで、このお話は出来上がるわけですね。そういう意味で世の中は、一つのドラマであったりゲームであったりするのかもしれません。で、それを単なるゲームだよとか言って、あんまり離れていると、社会というもの、生きている意味そのものもなくなってしまうので、時々人生のうち何パーセントかはそこに戻るということが瞑想なのかもしれません。瞑想をしていて人生から困難がなくなったり、いいことばっかりあるっていうことは僕はありえないとは当然思いますけど、ただその困難を受け入れる器ぐらいはひょっとしたら広がるのかなと思うんですね。で、なんでそんな困難のことを考えるかっていうと、昔テレビで、単純な生き物は、ストレスレスの生活をさせてあげることが可能であるということで、イモムシは何がストレスかというと、この葉っぱを食べるまでの枝のチクチク痛いのがストレスであると。アメーバは、体内のその毒を持ったバクテリアが一緒にいるということがストレスであると。で、そういうストレスレスでアメーバーとかイモムシとかを単純な生活をさせるとどうなるかというと、これストレスがなくなると生き物が死んじゃうわけなんですね。ということは、生き物は本質的に、何か障害物レースのようなものをするためにこの世に生まれてきているのかななんて思うんですね。で、時々それをこう俯瞰で眺める、自分という人物もその時々俯瞰で眺めてみるということがメディテーションなのかもしれません。それともう一つは、自分と仲良くお付き合いをするということでしょうか。
本当にその呼吸が呼吸をしているということを忘れて、僕らは自分に無意識です。まあもちろんいつも呼吸を意識して生きていたら生きていけませんので、この頭の中がもう爆発してしまうんでしょうけど、時々その呼吸というものに任せる、自分の奥にある自分を、この僕らが起きている時の意識というのはあまりにも無視していて、で例えば理想ですけど、体の中でちょっとこうここが不自然だなとか、ここが無理してるなとかいうことが分かったら、どんな病気も対処できるんではないんでしょうかね。でもまあそうしないのは、人生病気もすることも大切だということだと思うんですけど、心の問題も一緒で、まあよく人間には顕在意識と潜在意識があるということを理屈ではほとんどの人が知っていますが、その潜在意識と言われるところに本当の自分があったりすると思うんですが、そこに向き合うということをなかなか我々はやっていないわけなんですね。で、外から入ってくる情報で、あ、自分はこうでありたいとか、ああでありたいとか、ああなりなさいとか、立派になりなさいとか、いろんな情報で自分の欲しいというものを錯覚してしまうと、それが、生きている中でのギャップを生んでいくのであって、まあ、本当に自分が欲しいものを知っていれば、実はその欲しいものは全部ちゃんと手に入れていて、で欲求不満になっている部分っていうのは本当は欲しくはないのに、それが欲しいという錯覚をしているのかもしれません。僕はミュージシャンですけど、まあポール・マッカートニーという人の親戚のおばさんがですね、子供の頃にポールはね、自分が何が欲しいかをちゃんと知っている子だったのよって言ったことがあるんですけど、そういう人だからビートルズあれだけ成功できたのかななんて思うこともあるんですね。自分の欲しい、本当に心の深いところで欲しいものとが分かっていて、でそこに向かってやっていく努力っていうのは、まあ、報われるんでしょうけど、僕らはなんか自分の本当に欲しいものではなくて、こう錯覚で欲しいと思ったところに走っていくという傾向があるのかもしれません。片思いとかいうのもそういうものかもしれませんね。そうやってこうたくさんの錯覚があって、でありのままを見ることは僕らは生きていて大変難しくなってしまっている。瞑想でありのままを見る、こうやって歩いていてありのまま目の前に広がる世界を見る、左右に広がる道路、上に伸びる古い樹木で、足音、自分が一歩一歩踏みしめるステップ、そして自分の頭の上に、前を向いてると見えませんけど、頭の上には空が広がっている、それがちゃんとイメージできる、自分が前にも向いていると、横から後ろがあんまり見えていませんけど、その後ろとか、をイメージできる。で、人間っていうのはその目だけではないので、五感がありますので、耳で後ろを見ている、ね、耳で天井を見ているという感覚が、メディテーションになっているのかもしれません。そして、空気、ビデオでは残念なことに、この視覚でもですね、これ実際に僕ビデオカメラ持って歩いていますけど、一部しか切り取られていませんし、音声もほんの一部しか、もう本当に
直の耳で聞いているといろんな音がこう奥の方になんか聞こえてくるわけなんですが、切り取られてメディアの中で切り取られているんですが、逆を言うとこのビデオの向こうに広がっている、これライブで体験したのは僕一人ですけども、見ていただく方にそれをイメージしていただくということもメディテーションになるのかもしれませんね。こうやってこう足の裏を感じたりして、なるべく歩いているわけです。で、僕の場合これビデオを撮りながら歩いていたので、このどうしても手が力む、ビデオカメラを持っている手がこの力んでくるわけなんですが、それもまたこの手から頭に来るお知らせとして自分と仲良くしていくわけなんですね。で、何かとつながりたい、外とつながりたいと人はいつも思っていることが多いと思うんですが、実は自分の中に入っていて入っていって、で自分と つながる、自分のなんか本体みたいなところと、つながることが結局は全体とつながるのかなと思います。逆を行けということが、この仏教なんかで教えていることなのかもわからないですね。社会の中にいて社会というのが世界になっていくと、本当は誰でも社会という、人間が作っている社会というのは自然界の中のほんのもうごく一部でしかない。で、僕らは自然の中に生きている存在なのに社会とか他人が重要になってしまう。でも僕らは自然が生み出した生き物で、でそこに自分に帰っていくことで、自分に帰っていくことでもっとこうひっくり返って全体につながる。瞑想って、まあみんなで瞑想することもあるわけですが、やっぱり自分の中に入っていくわけですから、孤独な旅だと思うんですね。で、孤独でその出会おうとするのは自分の本当の自分、というところをなかなか会えないんですけども、かなり距離が空いてしまって、なぜ距離が空いていくかというと、もういろんな情報とかがその距離を空けていくわけなんでしょうけど、いろんな雑念が、自分の本体と、それから自分が日常生きている意識を遠ざけていくんでしょうけど、それをもう一度こう自分とデートするというか、自分に会いに行く、それはもう究極のこの一人旅で孤独なんですけど、一人でいる時にみんなといるという感覚が生まれたりするんじゃないですかね。時々例えば僕は関西ですから、酒呑童子号事件というのがあって、この、太平洋で酒呑童子号で、茨城の方が、遭難されて、で太平洋で本当に一人ぼっちで、でも奥様は夢に主人が出てきて何月何日に帰ってきますっていう不思議なニュースがありましたけど、その通りにその方は帰ってきたんですけど、この広い海で孤独で船が難破して遭難して漂ってるにもかかわらず、ちゃんとみんなとつながっているという感覚があったというお話を聞きましたけど、山で遭難されてもこう遭難されて帰ってくる方っていうのは何かそこでつながって、そういう感覚があったって聞きますけど、それは究極の瞑想のようなものなのかもしれないですね。そうやってこう一番こういわゆる悟りに近い瞑想っていうのは、この意図的にやるんではなくて突然現れるもんなんでしょうけど、日常では
自分がある程度意図して瞑想をしたりして自分をニュートラルに戻していかないといけないわけですから、僕らはきっと瞑想をするんでしょうね。で、そうやってすることで本当の答えは向こうからいつもやってきてくれる。自分から努力してつかみ取ったり自分の中に作り上げたりすることは結局できないんでしょうね。僕もつかみ取っていませんし、偉いお坊さんでもつかみ取っていませんでしょうし、時々そういうふとはっということがあって、社会で生きるというのはそういうことなんだと思うんですけど、でも僕らができることはそれが何なのか、仏様なのか神様なのか、宇宙の真理なのかはわからないけども、自分という存在が今ここにいるという源泉の源泉の源泉から来るものですね。これがふっと来てくれる時に受け入れる準備ができていれば受け入れることができる。で、その受け入れる準備のお掃除のようなものが瞑想なのかもしれません。僕はそう思うんですね。さて、この旅もぼちぼち終わりに近づいてきました。だんだんとこの5秒の前の橋がね、見えてきました。この5秒のね、中はもう本当に撮影ができないんですから、ここまでしかこの映像に収めることはできませんでしたけども、皆さんと一緒に歩けたこの時間、とっても良かったと思います。これはしゃべり禅というアドリブで出てくる言葉をポツポツつぶやいてみました。バンディシダでした。No, you